どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。それでは皆さん、お階段の世界、ゆっくりとお巡りください。これめちゃくちゃ、うわぁ、はい、さあ今回ですね、僕ホリプロコムというね事務所にいるんですが、直属の後輩2人が来てくれました。ホタテーズ川口くん、そしてチングーズの、バスコくんです。お願いいたします。お願いします。まあ、今日ね、そのホタテーズ、はい、チングーズから1人ずつ来ていただいたんですけども、はい、その2組でまずチャンネルやってるんですよね。そうなんですよ。はい、前僕らがやってたチャンネルに、チングーズを2人入れて、新しいチャンネル。結構撮れてるみたいですね。初っ端からちょっとやばくて。一発目からね、来ましたね。で、今日も、その時に撮れたという不思議なものを、はい、持ってきてくれてるということで。なんかすごい体験をしたらしいですね。ちょっと自分らのチャンネルでは出してるんですけど、はい、これちょっとやばすぎるなっていうのが撮れちゃって。撮れちゃった？はい。で、その、以前僕がここに来させていただいた時に、薬師堂の巻っていう、天然記念物になってる場所に、以前心霊スポット行った時に、奥まで行けなかった手前に鳥居があるんですけど、うん、その鳥居を、チングーズ含め5人で行こうって、リベンジマッチみたいな感じで、何か取れるだろうって言って、行った時の話なんですけど。だって以前ね、行った時でさえちょっと良くないことが起きてたのに、はいはい、もう一回行ったわけですか。はい。それがちょっとやばくてですね。なんかその、元々別の後輩とかも、薬師堂の巻行ったことあるってやつがいて、鳥居の話をしたら、いや、あそこやっぱりやばいですと。なんか鳥居、くぐれるんですけど、くぐって、夜行った時にこうライトをこう奥まで照らした時に、奥に人がいないのに影だけが行ったり来たりしてると。で、こうライトをこう当ててたら、そのライトのこう直線上に誰か人がいないとこう影って動かないじゃないですか。で、影見たからやばいなっつって帰ってきちゃったみたいな。で、その話を聞いて、やっぱ鳥居やばかったんだなみたいな。僕らもこう、5人で行った時に、ちょっと全員で行くとあれだから、まず2人で行こうつって言って、2人が行って、30メートルぐらい先に杭が立ってるんですよ。はい。なんか、なんか区画用のなのかわかんないですけど、杭がね、あります。杭が2本バッと立ってて、そこを2人が越えた瞬間に、左が竹やぶなんですけど、竹やぶからなんか、ベンっていう、こう、琵琶というか、なんか三味線かわかんないですけど、なんかその音が、はい、なんか杭ってね、これ以上先は立ち入っちゃいけないよっていう目印だったんですかね。そうですね。僕らは多分そうなのかなと思って、で、2人がダッシュ帰ってきて、今、なんかそのベンって音が聞こえたって言って、2人はちょっとさすがに怖いから、みんなで行こうって言って、で、5人でそこまで行ったんですよ。で、もう一回その杭のところをバーって越えてったら、今度、男性の声かなんかで、うーって声が来る。なんかうめき声みたいな、はい、でみんな怖くなってバッて戻ってきて、鳥一回出て、今みんな聞こえたよなっつって言って、でもオカルト研究所だからちゃんと撮らなきゃダメだっ ってでもう一回再度突入したんです、はい、そしたらまたその杭のとこを越えた瞬間にまた女の人の声でわーみたいな声が聞こえて、もうこれ以上ダメだ、ここから先は来るなっていう、その時の動画がありまして、はい、音取れてるってこと？かすかになんですけど、ごめんなさい、最初がベン、ベンって音っていう楽器みたいな、はい、次が男性のうめき声、うめき声、最後が女性っぽい、なんかちょっとああみたいな、なんか確実にやぶの方からなんですけど、明かりとかもなんもないんですよ。でもすごいのが全部違う、はい、全部違うんです、音なんですね、はい、っていう動画を、声の方の動画が今、はい、そうあるのが、そうですね、関係ないでしょ、声以外の、要はヤブから聞こえてた声なんですけど、それが一番はっきり聞こえてる動画。
わみたいな、はい、そうそうです。これはいわゆる女性の声ですか？女性の声ですね。それ聞いてみんな全員聞いちゃったんで、あのすぐ鳥の方にまでダッシュで逃げて、でもうこれ以上多分行ったら本当にダメなやつだなっていう。なんか毎回その聞こえるタイミングが鳥居を越えたタイミングっていうのがちょっと意味深ですよね、はい、杭を越えたらもうすぐ聞こえるんですよ、杭越えた瞬間に、毎回同じ位置なんですよね、全員聞こえるのが。もうそこのなんかこう横線か分かんないですけど、誰か越えたらわーってなったりとか、だからこれ以上行っちゃダメだなってみんな言って、怖すぎてちょっと行けない、というか、はい、で帰ってきたってことね。帰ってきまして、ただそのやっぱ目的薬種の牧なんで、牧、はい、の方にもやっぱり行かなきゃいけないってことで、前回僕だけが行った時はこう視線をすごい感じる、うん、あの竹やぶがあるってお話ししたんですけど、その竹やぶもやっぱ今回みんな5人でこう、うん、じゃあ行こうかって言って行こうとする前にですね、動画撮ってる時は全く気にならなかったんですけど、編集してて、うん、さあこれから行こうかって時に、あの僕らじゃない声ががっつり入ってまして、がっつりがっつりです。僕的にはこれが一番怖かったですね。これが一番バスコ一番怖かった、一番怖かったですね。僕、まあ、ちょっと編集してたんですけど、はい、一番最初にその動画を、まあ、拝見するじゃないですか、ちゃんと撮れてるかなみたいな、夜中それを見た時に発狂しましたね、本当に。もうそんなすぐ分かるぐらいはっきり入ってて、音が入ってるんですか？声ですね、声、はい、うわーってなりました本当に見てて。さっきのもうわーもう僕だいぶ怖かったんですけど、はい、そんなもんじゃないってこと？そんなもんじゃないです。そんなもんじゃないです。もうあの怒ってます。怒ってました。え、はい、怒られてます。怒られてます。それ今日持ってきていただいてる、はい、はい、あります、あります、はい、これはじゃあいわゆる今の杭を越えたっていう後に取られたもの、はい、そうですね。じゃあもう本当にちょっとさっき警告してたのに、お前らまだ来んのかってことで、かなりやばい状態になってるのかなと思うんですけど。そうですね。その声は一応男性の声なんです、こっちに入ってるのは、はい、じゃあまずは何も聞かずにちょっと聞いてみましょうかね。はい、ライト組で光ってるところやっぱ取らないといけないんで。今あった？ありました。ライト組で光ってるところやっぱ取らないといけないんで。今あ、はい、うわ、マジで。これあの、これやばいですね。もう一度、もう一回聞いてください。はい。ライト組で光ってるところやっぱ取らないといけないんで。うわ、はい、うわ、ちょっとそれ。これ。これ。うっせえ。はい。でこれあの後日談なんですけど、あのバスコが、まあ、基本編集してるんですけど、はい、じゃあどこをこう残そうかみたいな感じで2人でこう1回編集集まりみたいな打ち合わせしたんですよ、はい、その時にバスコ、これ GoPro で撮ったやつの素材なんですけど、バスコのパソコンの GoPro にしか入ってなかったんですよ最初で。先日その検証してみようかって言って、同時に僕の iPhone でもカメラ回してたんですね。で編集立ち会った時は僕の iPhone にこの声入ってなかったんですよ、同じタイミングで。 GoPro にしか入ってないから、はい、本物だね、これはやばいなっていう風になったんですけど、で先日こうじゃあバスコあの時のもう一回確認しようかって言って iPhone 確認したら僕の方にまた映ってきてて、声が何回も確認して僕の iPhone は絶対入ってなかったんですよ、本当に同じタイミングで。そうですね、だ素材をもらって僕の方に入れた途端に川口さんの方の素材にも同じ声が入っちゃったんですよ、はい、だからどんどん増殖してるんですね。警告が、はい、もう本当にお前らふざけんなよっていう念みたいなものが広がってきてるってことですよね、うん、そうかもしれないですね。え、今完全に聞こえましたかね。聞こえました、完全聞こえます、はい、うるせえ、はい、誰かじゃないんだよ、あ、これは確実僕らじゃないです、位置的にね。そう、なんかその竹やぶの行くまでの道のりがもう本当一本道で、うん、横がまあ畑というか、ね、なんか何もないとこでカメラ撮ってる人が一番右側にいるんですよ。で、GoPro ってなんか音ってそんなにあんま撮れないらしくて、はい、あ、そうなんだ、映像は綺麗ですけど、でもそれ確実に GoPro の右から思いっきり言ってる声なんですよ。右側って何があるの？もう田んぼで何もないですよ。カメラ撮ってる人は一番右にいるんですよ。その歩道っていうか通り道の、うん。で、ここから行ってるんで、もう誰もいないところからめっちゃ近くで言ってるっていう。右側って鳥居から来てるんで、鳥居の方から聞こえてるんです、はい。鳥居？やっぱさっきの杭のあった、はいはい、
だって杭を越えました3回やってちょっとこう警告があったけど、はい、その後さらに行ってるんだもんね、はい、そうですね。でやっぱりさちょっと声の音量もそうだし、はい、何かこうイライラしてる感じも増してますよね。ライト組で光ってるところやっぱ撮らないといけないんで。でもこれ後から知ったんですけど、あの薬師堂の巻って、まあ、普通の心霊スポットのレベルで言ったらそんなに怖くはない場所って言われてるんですけど、うん、あの鳥居の場所で声を聞くのがめちゃくちゃやばいらしくて。やばいっていうのが、要は呪われたり、あの周りの人、あ、その後そういう類で、はい、でこれ行った次の日、バスコの相方の真中が尿管結石になって、で、相方の後藤のお子さんが謎の高熱になって、子供の方行っちゃったって、はい、かわいそう。でバスコはバスコでお母さんがね、あの大腸ポリープになりまして、はい、で僕の親父が、腎臓がちょっと調子悪くなって、って本当立て続けに立て続けに来ましたね、はい、なんかみんなちょっとこう内臓系多いですね、はいはい、なんかなってるのが一人だけ大丈夫ってやつがいるんですけど、そいつはなんか自分で守護霊が強いから大丈夫って言って、特に何もなってないですか、ね、なんならあのそいつはなんかギャンブルで勝ちまくってるっていうぐらいで、はいはい、あ、でもなんか心霊スポット行った後に逆にギャンブル運上がるって話も聞いたことある、はい、本当ですか、うん、めちゃくちゃ買ってるらしいですよ本当にギャンブル、なんでその音声は本当にやばい。そうですね、薬師堂の巻で声は聞くなっていうのは、はい、まあ後で聞いた話ですね。あとあのさっきの鳥居なんですけど、真中が最初にこう2人で行く時、真中ともう一人の後輩、真中チングの相方、ね、僕の相方が最初に行きましたね、はい、で最初に行って声聞いて戻ってきて2回目かな行った時に、真中がびっくりしちゃって、はい、そこで転んじゃったんですよ、うん、でこれ心霊スポットで転んだりすると、うん、魂も置いてきちゃうみたいなこと噂があるらしくて、はいはいはい、で真中が、まあ、ちょっと体調最近悪くなっちゃってっていうのがあって、うん、その転んだ影響なのかなっていうのもありますね。そうですね。大丈夫、その帰り道とか大丈夫だった？帰り道は大丈夫なんですけど、次の心霊スポット行った時は僕とバスコとまた違うゲスト呼んでっていう、もうショック2回目からちょっと人数を減らした状態で、はい、撮影してます、ね、はい、いやうるせえ聞こえましたね、はい、マジで怖かったですね。それを帰って夜中に聞いたときゾッとしました。本当に発狂しましたね。確かに。なんかいろんな音聞きましたけど、はい、結構ね、すごくはっきり入ってる。さあ今回ですね、もう、まあ、一番緊張しないゲストなんですけどもね、はい、もう自己紹介していただいていいですか？はい。はい、ホリプロコムのから来ました川口秀樹です。お願いしますお願いいたします。安定の、ね、はい、気持ちが悪い柄のシャツをちょっと待ってください、はい、これはやっぱ戦闘服なんで僕の。あ、戦闘服、はい、最近あの YouTube チャンネルの方もね、はい、徐々にこう軌道に乗ってきてるというか、はい、本当にもう島さんのおかげでいやチャンネル名が、はい、川口心霊探検隊ということで、で心霊スポットにも行くし、はい、怪談話も話しているしって、皆さんぜひぜひね、はい、概要欄貼っておきますので、一つ、はい、こちらの方もですね、チャンネル登録、そしてグッドボタン、はい、本当に励みになりますので、よろしくお願いいたします。どうなんですか、はい、ね、なんか、また結構今いろんな場所行ってたりするんですか？今行ってて、まあまあ、今日だからってわけではないんですけど、やっぱコムの先輩方とかと、もうちょっとずつコラボとかさせてもらうんですよ。はい、今んとこ、100% で霊障起こってるんです。いや、そうなんです。だから、はい、僕の方にも情報来るんですけど、はい、川口さんのチャンネル、はい、なんか怖くて面白いんだけど、なんか本当取り憑かれそうだから登録したくないとかちょっと待ってください。なんかね、嫌なんだってでももうなんかあれもうなんかマジじゃないですかみたいな。だってマジなの皆さん見たいじゃないですか。そうなんですけど、はい、なんか気持ち悪いんですって本当。ちょっと待ってくださいよ。で、はい、頑張れば頑張るほど登録してもらえないっていやいや、まあね、本当頑張ってやってますんで、皆さん一つねよろしくお願いいたします。で毎回こう来ていただきますけど、ありがとうございます。すごいね、なんか自分の方で話せばいいのに、はい、本当ここに来て話をしてくれますよね。やっぱいや、もちろんやっぱり僕の中でここは一番爪痕を残さなきゃいけない場所だと思ってるんで
いや、本当ありがとうしか言えないんですけど。いやいや、そんなことないです。今回何、最近の話なんですか。あの最近の話で、やっぱこう島田さんからこう聞いたので、僕の中のやっぱ勉強したことというか、うん、タクシー運転手さんのお話なんですあのこれ怪談師あるあるなんですけどもね、はい、常日頃ね、まあ、ネタを探している、はい、取材してるって中で、はい、タクシー運転手さんってやっぱね、いろんな経験された方多いんで、はい、タクシー乗った時にはなんかお話ありませんっていう風に聞くっていうね、これ結構あるあるですよね。あるあるなんですよ、はい。で、僕島田さんからそういうのもやっぱ聞いたことあって、僕もタクシー、まあ、そんなに乗らないですけど、うん、乗った時には運転手さんにちょっとなんか怖い話とか怪談とかって持ってますってことを聞くんですね。そしたらこの間タクシー乗った運転手さんがたまたま、うん、僕そういう怖いのめちゃくちゃ好きなんですよっていう方で、うん、あ、結構珍しいなと思って、うん、結構なんかありますかって言うと、いや僕はないですよって方多いんですけど、結構こう喋っていただいて、当たりだったんですね。当たりだったんですよ、はい。でその時にですね、僕これだと思って、うん、あのどんどんいろんな話を聞かせてもらえるんで、その中の一つのお話を、はい、あ、いくつもお話ししていただいたんですか。いくつもお話いただいたんで、はい、ぜひぜひお願いします、はい、ありがとうございます、そのタクシー運転手さんがですね、まあ、まあ、見た目というか、まあ、年齢が40歳ちょっとの方で、うん、まあ、そういう怖い話とか怪談とかが好きで、まあ、お話聞いてる途中とかも知り合いの宮司さんの息子さんっていうのを知り合いがいらっしゃって、うん、はい、こうちょっとお客さんとか乗せてない時に、うん、その方にこうイヤホンでつけて連絡して電話で怖い話をずっと聞いたりとかするぐらい、はい、ちょっと変わった方なんですけどまあまあそうですね、はい、まあ、運転がてらそのオーディオ感覚で階段を聞いてるっていう、まあ、まあもちろんお客さん乗せてないと、ね、乗せてない状態です、はいはい、で休憩中とか聞いてて、その方が、まあ、この間つい最近変なことあったんですよって話してて、うん、でその方まあ運転してた酔っ払いの男性が乗ったらしいんですよ、うん、でまあ酔っ払ってるから、まあ、ちょっとあんまり刺激しないようにというか、うん、変なことでこうなんかねトラブルになってもね、はい、トラブルになるのもちょっと面倒くさいんで、基本運転手さんからそういう方にはこう話しかけたりはしないらしいんですけど、うん、酔っ払った方もなんか携帯いじりながらおとなしくしてたんですって、うん、そしたらもう10分20分ぐらいで目的地に着くなと思って運転してたら、走って10分ぐらい経った時に後ろの男性が、おいちょっと運転手さんってちょっと怒った感じで言われて、あ、やべ、なんかしちゃったかな、あ、どうされましたかって言ったら、そのタクシーの後部座席にあのモニターがあるんですよね。 iPad ぐらいの大きさの、うん、あります。なんかいろんなこう、はい、CM が流れてるやつね。 CM とかスポンサーさんのなんか CM 流れてるやつがあって、はい、それから助手席の後部座席のところにこう iPad ぐらいのモニターがついてるんですけど、はい、そのモニターを指さして、運転手さん、ちょっとこのモニター気持ち悪いから消してくれよって言うんですって、うん、でどうされましたって言ったら、そのモニターにこう女性が映ってるらしいんですけど、うん、動かず静止したままずっとそのお客さんのこと見てるんですって。でこうじーっと見てて、で最初そのお客さんも酔っ払ってる状態で、なんかそういう映像なのか、はい、CM なのかなと思って何も気にしなくてぼーっと見てたらしいんですけど、それがあまりにも気持ち悪いから、じゃあこれ気持ち悪いから消してくれよって言って、うん、でもその運転手さんもそんな CM とかってあったかな、うんうんうん、と思って、あ、分かりましたって言ってすぐモニター、まあ、切り替えて、でまっすぐ下ろしたんですよ。でそういう話をされて、で僕がちょうど乗った時に、あのお客さん乗せる前にちょっと、まああんまり言うのもあれなんですけど、後ろの座席に人が乗ってる気配がしてたんですよねっていう話をされて、うん、僕が乗る前ですね、はいはいはい、なんで今もしかしたらお客さんの隣に誰かいらっしゃるかもしれないですっていうところまで、まあ、話聞いて、うん、これはすごい話ですね。でなんか運転手さん、そういう身近な体験とかされたことありますって言ったら、まあ、そのモニターに映ってる女性の話とか、あとは自分で体験したのだと、僕渋谷のスクランブル交差点は絶対通らないようにしてるんですよって言うんです。それは車でってこと？あのお客さんに断って、すいませんけど、あのどうしても急ぎじゃなければ、あのその分のお代はいただかないんで、ちょっとこうスクランブル交差点を迂回して、ちょっと明治通りの方に行くとか、はい、なんかそういうちょっと外した状態で、うん、目的地に向かってもいいですかって言って断って、
で、まあ、特に何も言わなかったらいいですよって感じで目的地に向かうらしいんですよ。それなんでなんですか、うん、って聞いたら、いや、これまあ話すと、まあ、信じてもらえるか分かんないですけど、ちょうどスクランブル交差点を、お客さん乗せて運転してた時に、まあ、雨の日だったのかな、うん、雨の日かなんかにバーッと走ってたら、スクランブル交差点のところでドーンって音がしたんですって、うん、でそれがドーンって音と同時に女性が車のボンネットに落ちてくる映像が脳裏に入ってきたんです、でも落ちてはいないんですよ、うん、落ちてはいなくて、でそれがわって入ってきたからびっくりしちゃって、でそれも宮司さんの知り合いの方にそういうのがあったってことを話したら、あ、スクランブル交差点は多分公表されてないだけで飛び降りめちゃくちゃありますよっていう。え、本当？はい、まあその近隣のビル、はい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 、でそのですねお話を聞いてる最中も僕音声を録音させていただいてたんですよ断ってです、もちろん。ああ、断ってね、もちろん。あ、よかった、よかった。にお話いっぱいあるんで、ちょっと僕バカなんでちょっとメモ用にちょっと録音させていただいていいですか、録音させていただいてもいいですかって言ったら、いいですいいですよって、ただ僕話そんな上手ではないんで、まあかいつまんだりとかって言って、うん、でその今のタクシー あのバーンって音の話をされてる時に、まあその前に、まあ、雨降ってる時僕なんか霊体験的な不思議な体験多いんですって話をされてたんですけど、これ僕が乗った時そのお話いっぱい聞いてる時全部窓とか閉め切ってるんですよ、うん、これ音声聞いていただいたら分かるんですけど雨の音が入ってるんですよ。なんかその日は雨、その日雨降ってなくって、はい、でさらに窓も閉め切っている、窓も閉め切ってて、なんかさあさあみたい なんかで僕確実に、あ、雨は降ってなかったよそういえばって思って、これ何の音なんだろうっていうので、もしかしたらその運転手さんの、まあ、ついてる例なのか、まあ、僕の方についてる例なのかが起こしたなんか音声霊障なんじゃないかなっていう、その音声をちょっと今日は聞いていただきたいなと毎回なんか持ってきますね、あなた。いや、僕あんまりお話が上手じゃないんで、ね、いやいや、チャンネルやってるんだからすいません、やめなさいよ、やっぱりマイナスプレゼン。これの方がやっぱちょっと何これっていう、はい、確認します。タクシーに乗っていて、はいはい、雨が降っていない状況、まだ閉め切ってると、はい、閉め切ってます。で雨の日とかに不思議な体験なんかするんですよね、はい、って話をしてたところ、はい、まあ、そういう音が入ってた。なんか不思議な、なんかザーンザーンみたいな音、ちょっと長いんでちょっと早送りしますね。今ちょっと細切れで一応録音はしたんですけど、はい、うちの営業所のやっぱり人間で、タクシーです。池上通りですけども、なんか、そこでやっぱりなんかずっと、それこそもうベタな話ですけど、うん、髪の長い白い服着た女性が、はい、手挙げられて、ずっとなんか変な、あ、確かになんか雨降ってるみたいな音してるね、はい、はい、僕の iPhone の故障なのかなとも一瞬思ったんですけど、窓を閉め切ってもちろん録音させてもらってたんで、運転手さん話上手だね、はい、そうなんですか。やっぱ階段話慣れてんのか好きなのか、すごい臨場感ある感じで話されてますね、はい、いや、ちょっといいですか、はい、確かにこう2人がずっとこう話し込んでるっていうところなんですけど、はい、ザーっていうような雨の音と、はい、あと僕思ったのが、濡れた路面を走らせてるような、そう、ジャーとかって、なんかほら、だからそれもちょっとおかしいなと、なんか、まあ、もちろんちょっとこう、はい、ノイズとかでそう聞こえるのかもしれないですけど、はい、もちろん、はい、ただ何にも知らないで、はい、この音声聞いたら、あ、この日雨なのかなって思ってもおかしくないような音ではありましたね、確かに、はい、でその運転手さん話に夢中になりすぎて、僕送り届ける目的地過ぎちゃって本来30分で着くところ1時間半かけて相当お話ししちゃって、はい、盛り上がっちゃって、はい、でこう結構、はい、この音声が取れたんでちょっと、まあ、検証したいんですけど、しようがないと思う、まあ、もしかしたらでもそういったこの音声のね、はいはい、なんかそういうところに依頼したら、うん、あ、これ実際なんかこの、ね、はい、波はこれ雨の音ですよとかって出てくるかもしれないですけどね。そうですね、やってますよね、テレビとかなんかでもね、
そう、専門家、音の解析の方なんかいるから。解析してもらってってことですよね。でもこれ逆にもう完全雨ですね、路面濡れたとこ走ってますねって言われたら言われたでめちゃくちゃ怖いんですよね。いやすごいことだと思いますよ、はい、どこ走ってたのじゃあっていう、はい、濡れてないんで、はい、っていう不思議な音声のデータでした。いや確かにその雨のザーっていう音、僕もまだ車を運転するから、はいはい、まあ、皆さんも分かると思いますけど、うん、雨の日のね、路面を走らせてる、はいはい、あの独特の音あるじゃないですか、はい、分かります、ね、なんかそのなんか、ね、タイヤが雨の中をこう、ね、走ってるような音、そっちの方がなんかするなって思っちゃいましたからね。何だったんだろうなっていうのが今僕の、後々こう音声確認するじゃないですか、話されてるものとかっていうのも、でこんな、でもこの乗った時って雨降ってなかったよなって思いつつ聞いてたんで、ただ携帯僕自分で撮影したりする時とかもノイズだったり音とか入る、うん、言うよね。なんか川口がいると本当百発百中で変なこと起こるっていうのは結構最近有名ですからね、はい、はい、まあつい最近で言うと昨日まさしくあの撮影中に、こう2人いたんですよ、僕ともう1人いて、でそれをカメラで押さえてる時に画角的には僕ら2人を押さえてるっていう絵だったんですけど、カメラが勝手に僕の方をいきなりズームアウトしだすっていう現象が勝手に、ズームアウト、はい、僕の背後とかまで映そうとしてるっていう、何かを何かを撮ろうとしたんですか、はい、なんか入ってないぞっていうことなのかなっていう、その後ろにいる人たちが、そうですね、画角を自分たちに合わせにいったっていう、はい、一回そっちで、はい、結構自己主張強いですね。いや自己主張めちゃくちゃ強いんですよ、本当にそういうのをここまさしくここでもあの勝手に連写されたりとか、あ、はい、まあ、だからなんかよく言うのがね、その霊感があったり自分たちの存在に気づいてくれるっていう人がいる場合は、ね、こう干渉してくるって話があるんで、なんかそういうことがあるのかもしれないですよ、ね、めちゃくちゃ怖いです。いやあとさ、さっきの話なんだけどね、タクシー運転手さんの、はいはい、スクランブル交差点渋谷の、はい、結構通るんですよ車で、気をつけてくださいだから本当に。いやあるじゃないですか、はい、関西の方の大型電化店でね、あ、あります、はい、あります。タクシー乗り場がなぜかお店から離れた場所に置かれてるっていう、はい、でこれは何でかっていうと、もともとは近くにあったんだけど、うん、この場所ね、もともと立ってたのが、まあ、ホテルかなんかで、はい、まあ、火事があってたくさんの方が上からこう飛び降りたっていう、うん、でそのいまだにその時の方がバーンってこう上から落ちてきてたんじゃないかっていう、だからタクシー乗り場を全然違う場所にしてるっていうね、はい、いやタクシー運転手さんやっぱすごいですね、やっぱ初めて聞くようなお話やっぱされてたんで、はい、いやちょっとね、まあ、川口さんもいいですけども、ね、川口さんじゃなくてそのタクシー運転手さんにここに来てほしかったなっていう、ちょっと待ってくださいよね、それは勘弁してくださいよちょっと僕でいさせてくださいよちょっと急に芸人スイッチを入れてくるんじゃないよ本当にすいません。ね、はい、YouTube チャンネル、はい、川口心霊探検隊が、ね、絶好調ということで、ありがとうございます本当にもう、はい、島田さんに、階段の方はお階段語りっていう方で、あの島田さんにこうのれん分けしていただいてまあ心霊スポットに行った動画とか、はい、あとは階段話を話している動画とかね、いろいろあります、はい、皆さんねチェックしていただきたいと思います。お願いします。まあね、あの横のつながりもできてきて、はい、ね、七不思議さんとか、あ、もう本当にありがたいです、都市ボーイズさんとかね、みんなによくしていただいて、なんか本当みんなに可愛がられてるよね。いや多分僕本当にポンコツなんで、多分本当に皆さんに助けていただかないと生きていけないんじゃないかなと。でもなんか本当なんかみんなこうちょっとこうみんなでなんか今仲本当いいじゃないですか。あ、もう仲めちゃくちゃいいですね。ね、本当にあの解散したんですけど、うん、そのきっかけでやっぱりあのコラボさせていただいたり、もっとちょっと階段に本腰入れるってなった時に、じゃああの一緒に何かやりましょうとかって言ってくださってる方とかいらっしゃったり、こう島さんにもこう助けていただいたりして本当にありがたいです。なんか怖い話はするんだけど、はい、優しい人多いよね。めちゃくちゃ優しいですね、みんな本当に優しいですね。ちょっとじゃあ七不思議さんと都市ボーイズさんにこの場を借りてちゃんとお礼言った方がいいんじゃないですか、はい、七不思議さん、都市ボーイズさん、本当にありがとうございますね、まあ、都市ボーイズさんとは言いましたけど、はい、完全に都市ボーイズの方が後輩なんです
いやもうそんなことないです僕はもうあの登録者が上だったらもう先輩だと思う最低そういうので人を判断してるんですねそういうことないですけど、まあ、都市ボーイズすごいですからね都市ボーイズは本当に大人気オカルト界のプリンスと、はい陰謀論の申し子めちゃくちゃいいですよねすごいキャッチフレーズ面白いですよね、はい、あの二人もね僕ちなみに僕にもあのキャッチフレーズついてるんですえそうなんですか まあ、あんまり広まってはいないんですけど、はい、短い段のスプリンターっていうえ何それ何それの階段で僕長い長尺のお話はなんかあんまり聞いてられない方が多いみたいで、はい、あの短い段って言って、はい、本当コンパクトにパッてお話しする短い段は意外といいねって言われることが多くてあでもテレビサイズというか、はいね、使いやすくていいんじゃないですかショート階段というか、うんうんはい、それ短い段短い段って僕が勝手に短い段っていう風にで短い段短い段って言ってたら短い段のスプリンターって言われてすげえもう長距離じゃなくて短距離走はい本当にもうだから本当 1000m ぐらいの馬でいう、はい、アイビスサマーダッシュみたいなすいませんちょっと例えが本当に 1000m の彼から全く情報が入ってきてきたけどダメだなごめんなさい全く分かってない逆にこっちがごめんなさいいやいやいやすいませんそうですねだから短い尺の方がなんか合ってるのかなっていうのはちょっと、はい、じゃあ今日は短いなんですか今日はですねなんであの短い素材だったりまあいろんな短いものをいくつかご紹介全然自分では短い段って言わないですねやっぱりなんか自分でね、はい、なんか言うよりも言っていただいてこうなんか馴染ませるというかあ、はいはい、そうなんですで今日は短い段とかの詰め合わせでちょっとこうギュッと、はい、贅沢ですね、はい、ちょっといいですかはい、はい、ありがとうございますお願いいたしますお願いします僕やっぱこう心霊スポットとか川口心霊探検隊でいろんなとこ行かせていただくんですけど、うん、やっぱり行ってからこれやっぱついてるなって思うことが何個かありましてついてるっていうのはなんか自分自身になんか変なのがついてるってことですよね、はい、例えば短い段で言うと、生配信をパソコンでしてるんですね、はい、でパソコンでしてってで、まあ、生配信中にもこう鈴の音が聞こえますとかあコメントではいおりんの音が聞こえますとか鈴の音ってまたリアルですね、はい、僕には聞こえてないですよ、はあ、なんですけどありましてでまあ、生配信終わるじゃないですか、うん、でツイッターで、今日は生配信ありがとうございましたってこうツイッターの文字を打ってたらパソコンが勝手に今日はご一緒できて嬉しかったですってこう Siri が勝手に起動して喋ったってこと Siri が、はい、Siri って普通こう明日の天気は何とかこうなんか問いかけたことに対して、明日の天気は何々ですとかこうなんか問いに対してのアンサーじゃないですか、うん、いきなりこうアンサーをこう投げかけてくるというかなんで僕の中ではこうついてるのが Siri を介してなんか意思を持ってる意思を伝えてきてるんじゃないかなっていう、はい、いやもしくは僕らには聞こえてないけど、はい、何か不思議な存在が話しかけたことによってそれに対して Siri が答えてるのかもしれないですしね、はいとかですね、あと、心霊スポット行った時にですね、それこそ都市ボーイズの早瀬くんと一緒に竹集落っていうあのサイレンのモデルになった、はいはい、村に行かせていただいたんですよでその時に検証するって言って、検証したんですねで、まあ、普通に何の検証をしようかって言った時にこの現場の音を今無音で何も音を出さない状態で音を取るんで何か音が入ってたり声が入ってたらそれは僕らの声や音じゃないですっていうので、うん、ずっと回し続けてたんですよでまあ素材的にもこう今僕らのチャンネルで上がってってで、まあ、早瀬くんがその現場で人形を、うん、許可をいただいて人形を持ち帰ったんですけどでまあ一応帰ろうかってなった瞬間に僕が持ってた手首にこう紐をつけて落ちないようにしてる懐中電灯を持ってたんですけど、うんうん、その紐が勝手にプチッと切れて、はい、その場面もちゃんと映ってるんですけど動画としてなんかパワーストーンとかね数珠が切れちゃうとかはね、はい、聞きますけど、はい、懐中電灯の紐も、はい、でその、懐中電灯自体も買ったばっかりでまだ1ヶ月も経ってないくらいあじゃあその紐が古くなったわけでもないわけでもなくで切れた切れ方っていうのもなんかこうビッてこう引っ張られたのかねじ切れられたというかそれ摩耗してとか古くなってたわけじゃなくて、はい、なんかこうグッと引きちぎられたみたいな感じってこと、はい、っていうその懐中電灯を今日僕持ってきてたんですなんですか毎回そのお土産階段はいあなたは短い段じゃないですお土産階段ですよ
それもいただいていいですか、ね、島田さんからお土産階段した方がいい。これがそのまあ現場で使ってた懐中電灯と、ね、ここについてた、紐がこれなんですけど、あ、本当だ、わかりますかね、これこういうねストラップみたいのがあって、はい、ここの紐ってかなり強いよね。これがもうこういう風に、はい、確かになんかこう引きちぎったような、はい、切れた時も音を取り終わってじゃあみんなと合流しようかって言ってこう早瀬くんと他のメンバーに合流しようかっていったタイミングで懐中電灯がポッと落ちて、うん、でそれを切れちゃったっていうのはそのなんかこれね確かにちょっとこの切れ方って、はい、ちょっと気持ち悪いですね、うん、であとその竹集落行った後、まあ生配信は竹集落の前かなんかにまあその行ったんですけど、その竹集落行った後、まあ自分でパソコン編集してた時に僕自分のお階段語りって階段のデータは自分で編集してるんですよ、はい、でフォルダを作ってそこに階段のデータをバーって入れてそこから1話ずつこう出して編集してるんですけど、自分でこう編集してる時にいきなり画面がフリーズして、うん、その階段だけを何十本か入れてるフォルダーがいきなりバッて動いて、うん、なんか階段なんて説明したらいいか分かんないですけど入ってた話が全部フォルダーから溢れ出てきたんですよ、はい、そんなことあります？ありえないんですよね。僕もなんかそういう現象ってあるのかなって思ってそれを写真に収めたんでちょっと見ていただいてもいいですか？お土産階段ですね、はいはい、今日も、このなんか出方がすごい気持ち悪くて、どういうことだ、まあ、フォルダーに入れてってフォルダーかなんかそれをやめたらバーンと出ることはあると思いますけど、はい、フォルダー自体は残ってるのに、フォルダー残ってます。そこからいきなりフリーズしたと思ってなんかチコチコいじっててあれなんか効かなくなったなと思ったらフォルダーからいきなりバババって何十本も出てきて、どういうことだろうなんかすごい気持ち悪くごめんなさい、これちょっと僕詳しくないんですけど、うん、これってどういうなんか意味が変わります？どういうことってありえるんですか？なんか全部が再生されてるの？静止の状態です。静止画、はい、静止画です。バババババババっていきなり全部のとこバッて溢れ出てきて何これっていう写真です。意味がちょっとわからないです。わかりますか？考えられることって。こんな現象初めて。あ、やっぱそうですね。なんかだから、あ、すいません、ありがとうございます。なんかもう、あ、なんかもうフォルダが嫌だっていう、はい、なんか意思を持ったかのような、もう抱えきれない、はい、これ以上は無理だっていうのが、まあ、パソコン、そう、さっき言ったシリもなんですけど勝手に音が流れたりとかもするんですよ、まあ、その動画は自分のチャンネルではちょっとやってるんですけど、あ、いや、もうぜひぜひ皆さんね、川口心霊探検隊、はい、チェックしていただきたいですね、はい、なんでパソコン、もしかしたらなんかパソコンを返した方が伝わってんじゃないかなって思ってるんじゃないかなっていうのがね、でこの前のこちら出ていただきましたね、はい、あのグラビア、まあ、いろんな、ね、方面で活躍されている小島美優さんの話、はいはい、あるじゃん、すごかったもんね、はい、めちゃくちゃいい心霊スポット行って、はい、ね、帰ってきたら、はい、なんかシリが急になんかそんな物騒なことは言うものじゃないですよみたいなこと言って、はい、何みたいな、はい、で何でしたっけ、なんかあれですよね、そうそう、パッて見たら、はい、なんか殺すっていうあれことに対してシリが反応してたっていう、ていう、だから誰かが殺すっていう言葉を発してたってことなんですよね、はい、あ、そっか、最初もう一度言っていただけますかとか言われて、挟んで、そうですね、何急にと思って、でもう一回、ね、めっちゃ怖い、そんな物騒なこと言うもんじゃないですよって言われたから画面見たら殺すっていうのを誰かが言ってた、それにシリが反応してたっていうね、はい、めちゃくちゃ怖い、誰が言ってたんだよって、はい、これ引き立てというかあんまりこう出せるかどうかわからない短い段、最後にいいですか、はい、さん、これ本当にちょっとダメだなと思ったらカットしていただいていいんですけど、僕バイトをバーでしてまして、はい、バーで来るお客さんにもこう何か怖い話ありますかって聞いた時に、知り合いの、昔バーでしてたってことね、あ、昔バーでしてました、うん、はい、今じゃなくて、今じゃないです、はい、昔バーでバイトしてた時にその知り合いの女性が、あ、私の知り合いの女の子に霊感めちゃくちゃある子がいて、その子がなんか気持ち悪い体験してたことあるんだけどって言って話してくれたのが、予知夢を見れる子らしくて、その友達が、で結構、まあ、何年何ヶ月何日とか先かわからないけど予知夢を見れるらしくて、である時見た夢が、夜寝てて、白装束の
まあ、男性か女性かの人がいきなりこう自分の方に向かって歩いてきて、はいこれはいこれって言って何か渡そうとしてくるんですって、うん、でいらないですいらないですって言って、でもいいからいいからって言って何かをこう受け取った、その何かは分かんないんですけど、こう渡された瞬間に自信を楽しんでね、自信を楽しんでねって言ってパッて目が覚めたら、某ちょっと大きな地震の災害のタイミングだったっていう、まあ、予知夢で白装束を着てた人が、はい、何かを渡してきて、何を渡したんですか。ここが思い出せないらしいんですよ。何かを渡してもういらないいらないって言ったけど受け取っちゃったタイミングで地震を楽しんでねって言ってペッパッて目が覚めて、へえ、ニュースがすごいことになっててっていう。いやほら、猪下芳生の芳生さんがさ、はい、関西出身じゃないですか、はいはい、で阪神大震災があった時に、うん、あの普通にこう家で寝てたと、まだ当時ね、はい、あの幼い頃ですけど、はい、そしたら急に、うん、工事現場 の、 あのヘルメットかぶって、うん、はいはい、すいませんって言ってるあのイラストのがボーンって出てきて、はい、であのこう拡声器で、うん、はい今から地震が来ます、 3,2,1 とかって急に言うから、うん、と思って、はい、でなんかなんだなんだと思って、はい、びっくりしたら横に、ね、寝てたお母さんもその声を聞いて、うん、わーっとこっち来て、何何って言ったら本当そのために地震があって、はい、でその時にお母さんが寝てた、ね、寝室でしたっけ、はい、あのタンスがその地震でバターンって倒れてきてて、うん、お母さんはその声でこっち来てなかったら下敷きになってたかもしれないとかっていう、いやすごい、だからいろんなちょっとその不思議な力ある方っていろんなこう見え方とかメッセージの受け取り方ってされるんですね。僕も阪神大震災、あのその当時ちょうど兵庫県に行って、はい、くらったというか、まあ体験したんですけど、はい、僕の時はお母さんがちょっとなんかあちょっとあのなんて防災グッズ、うん、そうそう用意しといた方がいいかもねって急に言ってた時期が多分その時期だった気がするんですよね。なんかそこまで細かく見えてたとかまで分かんないですけど、なんかあるのかなっていう、ちょっとね、はい、まあ、いつ来てもおかしくないなんて言われてる中ですからね、はい、やっぱりね僕らはまあそういった霊力がないですからね、はい、いつ会ってもいいようにちゃんとねこう日頃からこう備えをしとくっていう、はい、で家族同士で何かあったらどうしようって話し合いをね日頃しとくってことしかできないんですけどもね、ちょっとね、はい、本当聞いてほしくないですけども、そうですね、まあ、またなんかそういう情報が入ってきたら、はい、ぜひ教えてください。本当にすぐ連絡してもいいですか島田さん。どういうことですか。ちょっとこんな情報を手に入れたんですけどってこう島田さんにすぐ連絡していいですか。いいんですけど、なんでダメなんですか。いやなんかちょっとなんか緊張しちゃうじゃないですか連絡するの。なんかの割には結構 LINE 来ますよね。あとあなた LINE じゃなくって、はい、なんかあのちょっと話したいんですけど電話いつできますかみたいな感じで結構話したがりますよね電話で。いやなんか僕あの文字ってちょっとなんかやっぱなんか温度感伝わらなかったですね。いや別にいいんで全然わかりますよ、はい、僕もその世代だから話した方が早いやと思って電話したことあるんですけど、はい、LINE してもいいですかっていう風になんか今ね遠慮してる割にはガンガンこう電話してくるなっていうイメージ、はい、忘れられちゃうのが怖いんですよね。やっぱどん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 こう。あとさ、はい、その LINE で、はい、なんか、いつ電話できますとか、はい、いつ話せますって来るのだけじゃなく、あの、僕のマネージャーに言うのやめてもらってもいいですか。マネージャーからさ、普通にこう仕事のスケジュールのこう確認ね、はい。島田さん、明日こうです。何時何々です。その後これです。明後日こうです。あと、あの、川口が電話欲しがってます。あれ、なんか結構言われるんだけど。すいません。のあれ、それはあと川口が電話欲しがってます。仕事じゃないんですけども、常にあのマネージャーさんが一緒にいらっしゃるんで、いるよね高田マネージャー、高田マネージャーずっと一緒ですから、はい、でまあその高田さんにこうまあ島田さんのスケジュールを聞くっていうよりはこう島田さんのいらっしゃいます一緒にっていうこうマネージャーに俺のスケジュールを確認するってもう先方のスタッフさんだからみたいな、その日島田どうなってますかみたいな、なんか大丈夫なタイミングってどんな何時ぐらいですか、マネージャーに確認しないでよ。別にいいじゃんそんなの、別にここだったらなんか。そうですね、もう新しい後輩どんどんこうね出てきちゃってる、はい、ちょっと主典同士上田のことを気にしてるんですね、はい、怖くてもうそれが汗かきますね、その主典同士上田、まあ、川口の後輩ですけどね、はいはい、素晴らしい怪談を披露していただいたんですけども、はい、その回をあなた見に来るっていうね、はい、あれ嫌な先輩ですよ本当に。いやそれはもうちゃんとあれ勉強勉強として、はい、
どうでした、ね、あの階段、後輩の階段見た時の、はい、まあ、気持ちとしては。まあまあです。すごいよね、あのスタッフさんたちは怖いとかわーとか聞いてるのにずっと微動だにしない感じで、あの M1 のさ、ライバルたちを裏側で見つめる漫才師みたいな、そうですね、滑れ滑れみたいなさ、ね、感じ。一切笑わないでこうモニターをね凝視してるっていう、あの感覚でしたよね。本当にだから爪痕だけは残さないでくれって思いながらも、でもすごいいい階段だったんで、最低です本当に。で最初都市ボーイズだ、七不思議だ、みんなの、ね、おかげでっていうねことなんですから、今度自分が後輩をね盛り立てるっていうね、まあ、そうですよね、うん、それは本当にそうだと思います、はい、やっぱり。じゃあまたあの四天王寺上田さん呼んでもいいですか。その時僕も一緒にいいですかね。いつ呼ぶかだけ教えて、それだけは一応、ね、はい、連絡はします、ね、はい、はい、ありがとうございます。わかりました、本当にね、一生懸命頑張ってますんで、ありがとうございます、川口心霊探検隊 YouTube チャンネルありますんで、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。今回はですねコラボでございます、緊急特別配信、はい、この方に来ていただきました。お願いします。どうも、川口秀樹です。お願いします。お願いいたします。ありがとうございます。さあ、今回はコラボ。はい。登録者数1万人、おめでとうございます。ありがとうございます、本当もう。来ましたね。本当ありがとうございます、マジで。いやー。どうでした、率直に気持ちは。ちょっと本当信じられなかったですね。いやー、もうなんかもうね、こういう YouTube って本当に、なんか、孤独な作業でもあるじゃないですか。そうですね。ね、なんかこう狭い空間で、はい、ね、少人数で撮ってるものがそれがね、なんか皆さんに届いてるのかなっていう、結構そういう心配とかあるんですけど、はい、ここ数になってね、そうなんです、目に見えると本当に嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。皆さんに見ていただいてるんだな、皆さんに支えられてるんだなっていうのが伝わってきますよね。本当に嬉しかったですね。いや本当におめでとうございます。ありがとうございます。本当にもう。まあ、今回コラボなんでね、はい、もちろんまあ川口の方のチャンネルでもね、はい、皆さんにお礼の気持ちたくさん伝えてるんでしょうけども、はい、ぜひねこちらでも見ていただいて、皆さんにまずはね、あの今の気持ちと、はい、ね、とこう感謝の気持ちと、これからのね、まあやっていきたいことなんかをちょっとまずはご挨拶いただきたいと思います。はい、まず、1万人、登録者の皆様本当にありがとうございました。本当に最初は、まあ、あの元々コンビでやってたのを、解散して、本当どうしようかって思ってた時に、まあ、島田さんはじめ、周りのこうオカルトの仲間たちに、支えていただいて、周りのスタッフさんとかにも、応援していただいて、本当に、こうまずは、最初のスタートに立てたと思います。これからは、2万人3万人と、もっと、見ていただけるように、いろいろスポットなども怖い話なども集めたりしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。え、本当にもう今日で引退みたいな、ちょっと待ってよ、引退ではないですよ。本当にお疲れ様でした。違う、はい、島田さんお疲れ様でしただとここでもうじゃあ誰かに渡しちゃうみたいになっちゃいますから、これからどんどん、あのだってさ、あの、はい、チャンネルってあのね、はい、あの一人じゃなくって、はい、あのもう一人いますよね。あのチングーズのバスコと一緒に一応、そうそうそう、はい、あのやらせていただいて、で今日すごいんですよ、バスコもね、はい、もちろん2人で達成した1万人っていうすごい数字なんで、はい、2人で来てほしいっていうふうにお願いしたのに、はい、今日川口さんだけ、はい、これ理由があるんですよね。はい、あのバスコがですね、まあルームシェアしてて、そのルームシェアの後輩が家を出ることになって、ちょっとバイトを増やさなきゃいけないということで、はい、あの家賃が払えないそうで、はい、今必死にバイトでここに来る時間も惜しまれるぐらい今ね働きまくってるそうです。すいません、皆さん2万人3万人よろしくお願いします。それから本当ありがとうございます。でね、はい、まあこういうことで今日来ていただいて、はい、皆さんにね気持ちを伝えてもらうんですけど、やっぱりお階段巡りですから、はい、はい、川口心霊探検隊、はい、今までねもう100本近く動画上がってますけども、はい、まあ、心霊スポットに行ったり、あとはいろんな霊障が起きたりっていうね部分あったじゃないですか、はい、何がすごいって、はい、あの今日スタッフさんがね、あのバケタン、はい、お化けがいるとこうね赤く点滅してピーコンピーコンってなるみたいなやつ、一応なんか今日持ってきたんですよ川口さんが来るからって言ってたやつあるじゃないですか、入りましたね、うん、ずっともう通常運転というか、はい、何もね異変なかったんですけど、はい、さあ始めましょうって言って照明落としてここ暗くした瞬間に赤く点滅しました、はい、
ピーコンピーコンみたいな初めて聞きました、はい、バケタンの赤の音なので、はい、まあもう今日こういうことも起きてるんですけど、はい、まあコラボですから、はい、こっちの方では、じゃあ今まで回ってきた心霊スポット、はい、たくさんありましたが、はい、一番怖かった心霊スポットのお話、はい、で、川口心霊探検隊の方では、はい、じゃあいろんな霊障がありましたけども、やばかった霊障ベスト3、はあ、これを発表していくということで、はい、コラボということでいいでしょうか。ありがとうございます、はい、お願いします、はい、ちょっとね、はい、ちょっと怖いな。今日もなんか起きそうな感じ、もうすでに起きてるんですけども、はいはい、心霊スポット何箇所ぐらい行ったんでしょう。まあ、川口心霊探検隊だと、10本ぐらい10箇所行かせていただいて、10箇所で、まあ、その中でも、はい、今まで行った中で怖かった心霊スポット、はい、ベスト1位だけですよね、はい、1位で言いますと、僕が体感で一番怖かった場所は、栃木県にあるハイホテルなんですよ、はい、で、1階から10階9階10階ぐらいの、ホテルになってて、ハイホテルで、そこの、真ん中階ぐらい5階とか6階で、まあ、亡くなられてる方がいらっしゃって、そこで一人階段をするっていう、うん、スモーキードライとコラボした、はい、動画になるんですけど、そこでですね、まあ、こう上から組と下から組でこう真ん中で落ち合うって言って、うん、まあ、各フロア探索して、この一人階段をする真ん中のフロアの時に、まあ、カメラには特に何か映ったってわけではないんですけど、体感でこう定点カメラに向かって一人階段するんですけど、ずっと周りに人がいる感覚わかりますかね。なんかこうやってカメラに向かって一人階段なんとかなんですよなんとかなんですよって言ってる、ここにもう人がいるんですよ。カメラには映ってないけども、はいはい、そこにいた川口がもう気配をずっと感じてた、はい、ずっと気配しますね。で、まあ、話し終わって、あんまりこう一人階段をああいう、 こう心霊スポットで話す機会ってその時まだなくて、だからちゃんと一人階段を初めてした場所だったんで、ちょっとめちゃくちゃ怖かったですね。まあね、心霊スポットでね、はい、まあ、よくないことね、はい、行くだけでもよくないのにね、はい、これ階段話すっていう、僕も以前はい、どこだっけな、番組でね、はい、昔あったんですよ、島田秀平の階段祈願かな、あ、はい、なんかもうお祓いしないで心霊スポットに行く、そこで階段話話すってやつもあったんですけど、はい、一回そこそこハイホテルですよ、はい、そこでね一人かくれんぼやったことあって、でそれもスタッフさん全員外出ちゃって、はい、もう自分、まあ、定点カメラ2台と、はい、あと手持ちカメラだけで実際に一人かくれんぼ、はい、やった時には定点カメラ、はい、廊下をねこう広げてこう撮るやつをね、うんうん、三脚置いてやってたんですけど、それが途中僕が一人かくれんぼを始めたぐらいでカメラがカクンって下向いちゃって、でそれが一切映ってなかったっていう、まあね、そのネジとかなのか僕は詳しくないんでわからないですけど、はい、まあ、一応ねそんなことなかなか、そうですよね、もうお前飛んじゃねえぞっていう意思を感じましたけどね。うわ怖いな。もうでも後々絶対僕も一人かくれんぼ多分やる機会が絶対来ると思うんですよ、はい、なんとなくわかるんですけど。じゃあ2万人行った際には、はい、そちらのホテルでちょっと待ってください、一人かくれんぼやっできます、はい、これはもう、いや、お島さんとの約束で別に約束しなくていいんですよ。2万人いや、もう本当最近怖いんですよ、なんか僕もまた変なこと起きてて、そうなんですよ、体調不良とか、はいはい、あとはなんか変な音が取れちゃったとか、で神社に占ってもらおうと思ったら占ってもらえなかったとか、いろいろまた最近起きてたので、はい、やっぱり健康と安全が第一なんじゃないかなってすごく思ってきてるんでね、無理はしてほしくないんですけど、はい、わかりました。じゃあ無理しない範囲でやってきます。それは上がってるんだよね。上がってます、はい、ぜひ皆さんねそちらもチェックしていただきたいと思います、はい、で今回ね、コラボですから、はい、川口心霊探検隊の方では、今まで起きた数々の霊障、恐怖だった霊障ベスト3を話していきたいと思います。あとあれですよね、はい、なんかこう川口っていうとこうトレードマークがもうやっぱガラシャツ、はい、ちょっとこうね特徴的なおしゃれなこうガラシャツをいつも着てるんですけど、はい、なんか今日もねびっくりしたのがガラシャツで会社に来て、はい、でガラシャツに着替えるっていう、もう常になんかこう
そうですね。私服もガラシャツだし、今もね、はい、ガラシャツで。もちろん、はい。これがこうユニフォーム代わりになってるんですけど、聞いたらなんか、はい、有名なところらしいですね。グレープフルーツムーンさんっていうお洋服屋さん、まあ、ブランドで僕よく買わせていただいてるんですけど、そこのねガラシャツが僕すごい好きで、なんかすごい泣ける話がなんか1年に1回ぐらい、はい、なんかいい仕事ができたなって思うとご褒美代わりにそのグレープフルーツムーンさんのガラシャツを買って、それをどんどんこう貯めていって、いつも着てるって話なんですよね。そうなんですよ。なんで、まあ、今年も、まあ、1万人、達成できたんで、今年も新しいガラシャツを、近いうちに、グレープフルーツムーンさん に、はい、買いに行かせていただこうかなと。いや本当にね、はい、こういうのってよく分かんないんですけど、はい、この思いもねグレープフルーツムーンさんに届いたらいいなっていう。本当にありがとうございます。本当にいつもそうなってますからね。お世話になってます。もう一回このお礼しに行ったら、勝手に本当いつも着させていただいてますって、はい、1万人登録突破したんで、はい、グレープフルーツムーンさんにお礼しに行くっていう。あ、取ってきます。本当にそこで買ってきますから、ちょっと新しく、ね、はい。ただ本当にね、やってる内容が内容だけにね、はい、すいません、できれば着てほしくないんですけどっていう。そっか。なんかうちのね素敵な子でシャツに変な色がついたりとかなんか心霊シャツとか言われても嫌ですしっていうことだったら、もうねそれはきっぱり、それもう迷惑は一番良くないですから。そうですね、やめていただきたいんですけど、はい、ただまあね、いつもこう着させてもらってんだから、もちろん、だからそこにお礼を言いに行くっていうのもいいかもしれないですね、はい。それはちょっと番外編として自分らの、はい、ところでちょっと取りに行かせていただきたいと思います。はい、ちょっと楽しみですね、いろんなことがね。本当にもう毎日楽しいです、はい、もう何よりですよ、それが。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんね、1万人というすごい数皆さん登録していただいてありがとうございます。今後もね、もっともっとこう上を目指すということなので、ぜひね、チャンネル登録、そして、グッドボタンの方をこれからもよろしくお願いいたします。この番組ですね、もう長くねやらせていただいてまして、毎回ね怪談話をね、まあ、披露していただいたりとかね、まあ、僕もね話をさせていただいたりとかってことなんですけども、やっぱりこうなってくるとね、霊が集まってくるって言いますけど、ここ最近ねこの撮影をしていると、自爆霊なんですかね、ここ霊がねなんか毎回来てしまうようになったんですね。今回は、ゲストその自爆霊に来ていただいてます。お願いいたします。どうも、ホリプロコムの、川口秀樹です。お願いしますちょっといやなんか分かんないですけど、はい、ここ最近というか、はい、ずっとね撮影してるとずっとあなた、はい、こう見切れるギリギリの位置にねなんかいるんですよね、ここのところ、はい、別にね、収録もないし、はい、ね、別にその呼んでもいないんですけど、なんか決まってあの位置になんかも最近いらっしゃるんですけど、はい、本当に勉強したくて見学を、生の空気をやっぱりこう感じたいなと思って。あ、川口、はい、あ、自爆霊だと思ってたんですよ。違いますよ。だとしたらいや、とうとう出ちゃったなと思って、もうずっといるからと思って、はい、でじゃあもう思わずね、もう思い切って今回出してみようと思ったら川口だったんですね。いや、だとしたらやばいですよ。ずっと見切れてて怖かったんですよ。だからここ最近ずっと確かにあその定位置に僕ずっと見させていただいてるんですけど、いや本当にでもやっぱ出ないですけど、マジでずっと階段聞かせていただくじゃないですか、うん、なんかすごい鳥肌、なんか凄さの鳥肌がすごくて、やっぱりね素晴らしい階段の方たちね、はい、うん、それを生で見れるっていうのがありがたくて本当に。でもね、川口自身がやってるね、はい、YouTube チャンネルの方も1万人突破ということでね、好調ですから、ありがとうございます。ぜひね、はいはい、今後ともね別の道で頑張っていきたいと思います。お願いいたします。ちょっと待って、終わりますって。では除霊ということで。違いますよ、はい、じゃあもうこれ自爆霊はなくなるわけですよ。いや、こんな早いお階段巡りないですよ今から過去一だから、まあね、まあずっと来ていただいててね、はい、でそれだけだとちょっともったいないので、はい、なんか聞いた話によると、はい、なんかお土産階段任せてください。いや初めてですよ、先輩の現場にね、はい、差し入れですっていう、なんかお菓子とかはありますけど、はい、差し入れですってこう階段を持ってきてくれたっていう。
これはもうもうぜひ受け取っていただきたいなと。いやありがたい、このチャンネルならではのお土産ですね。はい、はい、ぜひぜひ、もう島田さんの喜びそうなお土産を、はい、持ってこさせて。知ってるからな俺のこと、はい、プライベートも含めて、はい、じゃあちょっとね、ぜひぜひ、はい、皆さんもね、はい、今日は川口くんが持ってきてくれたお土産怪談、楽しんでいただきたいと思います。お願いします。お願いします。最初になんですけど、はい、島田さん、ポルターガイストとかって見たことあります？見たことはないですけど、はい、でもね、いろんなこう事例聞いたりして面白いなと思ってます、はい、なんか、物が動いたりとか倒れたりとかっていう、僕、はい、結構今自宅で生配信とかしたり撮影すると、まあ、音がしたりとか、ラップ音、まあ、人の話し声とか、まあ、僕しか撮影いないんですけど、そういうの結構頻繁に聞こえるんですよ。そうですよね、はい、だって川口のチャンネルってもう霊障が当たり前っていう風になってますもんね、はい、でですね、今回、まあ、お土産を2つ持ってこさせていただいたんですけど、はい、まず1つ目が、ポルターガイストをまあ、収めたというか、映像を、はい、物が動いてる映像ってこと、はい、それを、まあ切り抜かしてもらいました。ここがっていう、まあ、短めにさせてもらった映像をちょっと今日は、島田さん見ていただきたいなと。これ、はい、もうこんなとこじゃなくて、アンビリーバボーに持ってった方がいいぐらいのいやそんなことないですよ。だってポルターガイストの瞬間を収めてるって、これ相当なものですよね、はいはい。これ、まあ、経緯言いますと、はい、僕、最近自宅で撮影してるんですよ、うん、階段を撮影してて、ええ、でたまたま本当、何本かちょっと部屋暗くして、うん、照明1個だけで撮影しますっていう風にして撮ってたんですね、はい、で、もちろん三脚立ててカメラ固定して、うん、こうカメラに向かって階段撮ってたら、やっぱ時々こうパチッと音とか、うんうん、ラップ音にしてはでかいなっていう、こうっていう音とか、うん、結構入るんですよ、はい、でもそれいちいち気にしだしてたら、やっぱもう撮影止まっちゃうんで、あまりにもでかいの以外はもう全部スルー、流すんですね。流すんですよ、はい、で聞こえないふりとかして怖いなと思いながらもうしてて、ある時そう撮影中になんかみたいな音がして、なんか落としたなと思って、あでも今ちょっと怖いなと思いながらもそのまま話し続けて、うん、でそれを僕自分で編集するんですよ、はい、で編集した時に、これラップ音じゃなかったんだと、カメラが動いてるんですよ、でそれはやっぱこう照明当ててるんで、カメラが動いてるっての分かんなくて、はい、なんか音が鳴ったなぐらいでそま進めてたんですけど、うん、後々こう編集の時にカメラがこうクッて動くんですね。でも三脚でちゃんと固定してるカメラがこう動くってことはまあないんですよ、うんうんうん、で僕も自分でこう撮影してる時に、例えば足で蹴ったりとかってしたらグラグラってなって動くとかはあるかもしれないですけど、その動き方をちょっと映像で、今日あるんですか？はい、持ってきたんでちょっと見ていただこうかなと、はい、なんかもう撮るなっていう、ね、ことなんですかね。なんでしょうね、カメラが動くっていうのは。はい、これがその階段の時の映像なんですけど、これをスタートボタンを押していただければ、うっと抑えられて、あ、そうそう、金縛り来るな、お、びっくりした、もうそう切り抜きの形なんですけど、これって人いないの？はい、いないです。完全に人がグッて動かしてますよね。でそれよく見てもらえば分かるんですけど、はい、カメラ平行に動いてるんですよ。そうですね、横にグッと動いてますね、はい、横にこうスッて動くんですよ、はい、人が、まあ、仮にですけど、まあ、いないんですけど、本当に人が動かしてるってなると、多少の、まあ、ブレというか、うん、なんかこうグラグラって一瞬なったりとかするんですけど、それって本当にこうスッてこう、まあ、なんでそう動いたのかは僕も分かんないんですけど、はい、それを収めてたっていう映像ですね。カメラが動いてたって、しかも音がしてるわけでしょ。だって川口自身がこの中で、はい、うわびっくりしたって言ってるから、はい、カメラの向こう側で最初落としたのかなと思ってたら違うと、カメラがグッと動いた音だったっていう、はい、っていう音で。これちなみに怪談話ってのはどんな話だったの？その時の怪談話が、まあ、掴まれたって、霊に腕を掴まれてたみたいな話で、それが霊感があるないみたいな確か話だったんですよ。
でその霊感があるないみたいなタイミングでまあ音がしたんで、霊感なくても関係ねえぞっていうのを教えてくれてたのかなっていう、霊感あってもなくても俺ここにいるぞっていうのを、もしかしたらその霊的なのが、はい、いやでもなんかカメラグッて動いてるから、はい、そんなふざけたこと言ってんじゃねえぞ、撮らせねえぞみたいなね、なんかそんな気持ちも感じてしまうような、はい、完全に動いてますね、はい、それ本当にびっくりしました。編集の時に気づいたんですよ。はあ。ちょっともう一回見てもらいましょうかね。はい、はいはい、こちらです。グッと抑えられて、あ、そうそう、金縛り来るな、びっくりした。え、もうそうね、もううわって言ってるもんね。はあ、これ1個目、1個目今回2つあるんですよね。もう1つお土産持ってきました、はい、お願いいたします。ありがとうございます。もう一つがですね、つい先日、探検隊の方で、まあ、スポットを行かせていただいて、まあ、八王子の心霊スポットを行かせていただいたんですよ。八王子城址と、旧小峰トンネルの方に行かせていただいて、はい、で八王子トンネル、八王子城址の方は、うん、まあ、一応4人で行って22で、平原のところと亡くなって、うん、まあ、身投げしたって言われてるこう滝のところでそれぞれこう検証しようってことで、でまあ僕滝の方で検証してたんですよ。で滝をこうバックにというか自分でハンディ持ちながら、結構滝の音がでかすぎて基本はもう滝の音を取ってるみたいな感じなんですけど、はっきりと女性の声聞こえたんですよ。え、滝のザーとかそういう水の音に紛れて、紛れて、はい、女性の声、女性の声で、あーみたいな結構なボリュームで、そこに、撮影のクルーとか出演者に女性はいないです。いない、男性4人で行ってて、はい、でそこをまあ行って、その後にその旧小峰トンネルっていう方に向かったんですけど、はい、なんか体感的にあ、これ八王子城址からそのまま連れてっちゃったのか、旧小峰トンネル行った時もトンネル行ったことありますかね。旧あります、あります、あります。ちょっとこう入り口側がライトついててというか、はい、奥がライト消えてるんですけど、うん、人がもうライトこうやって確認するんですけど人いないんですけど、うん、人が歩いて向かってくるんですよ。え、どういうこと、気配がするってこと。足音です。え、はい、がっつり。え、実際に人がいたわけじゃなくて。いや、いないです、いないです。本当にザッザッザッって言って、あ、これもしかしたら他の心霊スポットを巡ってる方とかが、まあ、来てるのかなと思って、まあ、ライトとかでこうやりながら、まあ、人だったらこうまあ会釈とか挨拶しようかなと思ってこうライト照らすんですけど、奥の林とか誰も人出てこなくて、でも足音はそこにいるみんなが聞いた、聞いてます。で、撮影中カメラ回しながらも一応その一緒にいたメンバーとかが、誰かいますか、いたら男性か女性か教えてください、男性ですか女性ですか、ザザっていう音とかも聞こえたりとか。その音は音声的に取れてる、これがまだ、全部確認してないんですけど、うん、入ってるとは思いますね、はい、で問題がその後で、はい、僕旧小峰トンネルで一応検証として階段をするっていうのをやってみたんですよ、うん、で階段をしてて、そしたらまあ階段中も、後ろからこう人がこう迫ってくるというか聞きに来てるというか、だんだんこう近づいてくるみたいな気配をするんですよ。気配ね、はい、うん、では怖いなとか思いながらも階段一通り終えて、じゃあみんな、ね、気をつけて帰ろうかって言って、今まあこんぐらいの時間だもんねって時計確認したら時計が壊れてるんですよ、うん、でその壊れ方っていうのがなんか割れてたりとか、なんか止まってたりとかだったらまだ分かるんですけど、秒針が取れてて、はい、でなんかそれを現物今日持ってきたんで、はい、なんか不思議ななんか壊れ方というか、これがその時に時計が止まっ、その時に壊れたってことですよね、はい、まあ直前に、まあ、その日も僕朝とかも時計見たりしてるんですけど、うん、全然壊れてはなかったんですよ。で
まあ、これ ちゃんと見てもらえば分かるんですけど、秒針がこれちょっとね、あの秒針がね取れてるんですよね。なんかあー本当だ、秒針だけ取れてて、ずれちゃってますねもうね、はい、うん、でなんかその時話してた話っていうのが、あのトンネルにまつわる話したんですよ、はい、でトンネルに友達と行った時にトンネルにこう入ったらみんなの時間軸がずれちゃうみたいな話をしたんですよ。ちょうどちょっとリンクしてきますね、はい、ただ秒針これあのごめんなさい、あの別に俺はね、はい、素敵なお土産だと思うんです、はい、ただやっぱり見てる方も含めて、はい、川口さん単純に時計の老朽化じゃないですかって思う方多いと思うんですけど、はい、その秒針だけで僕が持ってくるわけないじゃないですか。え、ちなみに、その、まあ、その撮影中に、まあ、秒針が取れちゃった、怖いなで引き上げたんですよ、はい、で、車に乗った瞬間に、そのベルトが取れちゃうんですよ。今直ってるんですけど、はいはいはい、そこがボトって時計が落ちちゃうんですね、でこれ以前島田さんに僕懐中電灯を持ってきたじゃないですか。あ、はいはいはい、あの竹集落で懐中電灯の紐が切れちゃったんですよっていうのを持ってきたと思うんですけど、なんか僕もしかしたら完全についてきた時に何かしらちぎれるんじゃないかっていう。その懐中電灯の紐だよね、はい、切れた紐です。あれこう手につけてたんだよね、はい、で今回も腕時計だから手につけてますもんね、はい、なんかその数珠がほらよくパチンって弾けちゃう、紐が切れちゃうってあるけど、はい、なんかそういうような同じようなことで、はい、パーンって切れちゃうってことなのかもしんないなと思って、まあ、単身がね、その秒針か、秒針だけが取れてたらまあ故障というか、まあ壊れちゃったのかなぐらいなんですけど、完全に盤がボトッと落ちて、しかも別になんかどっか引っ掛けてとか落としてとかでもなく、いきなり車乗ってじゃあ帰ろうかって言った瞬間にバッて落ちて、でみんな何の音ですかみたいな。音もしたんですか。はい、ボトッと落ちちゃって、僕はもうめちゃくちゃ怖かったんですけどね。その時計がなんか右手回りだけだったんで、ずっと、うん、その懐中電灯とか時計とか。いや、俺何が言いたいかっていうと、はい、まあ、後輩じゃないですか、はい、で、まあ、こうやって今日来てくれてね、はい、お話ししてくれてますけど、はい、こう階段を利用して、おい島田先輩と、時計買ってよって言ってるんじゃないかなっていう。いや本当にやっぱ島田さんすごいっすね。本当に そんなわけない。なんかその感じがなんかすごく伝わってきてそんなわけないじゃないですか。本当にあるんですよ、ここ後輩の方が来たら一緒にひげ剃り買いに行くとか、その後ねちょっと食えてないんですよ、じゃあ飯行こうかみたいなことも結構あるので、はい、いよいよこれそんなに。いや僕めちゃくちゃお世話になってってるし。じゃあ腕時計は買ってあげなくていいのね、はい、いや買っていただけるんだったら買っていただけるのであれば島田さんの時計もう絶対壊れない時計を。絶対壊れないやつ、はい、そうだね、 G ショックみたいなさ、はい、ね、なんかすごいこうね耐久性の強いやつで何かあったらね、はい、これはすごいまた伝説が生まれますもんね。そうですね、はい、これはもう絶対壊れないっていうのでスポット巡れるんで、あの今後何か壊れたために行くんでやめてね電化製品がとかちょっと分かりました、はい、怖いのよ、カメラがちょっと急に動かなくなったんですよとか、はい、それはもうもちろん、あのちょくちょくでも、あの島田さんにはお話は、あ、お土産は、はい、ありがとうございます、させていただきます。本当にあのお土産はね嬉しいんですけど、はい、お土産以上にこっちから何か持ってこうとするのだけはやめてくださいねこれ本当に、いや分かりました、それだけは本当、それはもう任せてください。まあね、はい、やっぱ全部をね、はい、これ、まあ、例の仕業だっていうふうに言ってくのって、うん、逆になんかこう川口的にも、はい、やっぱり冷めちゃう人もいるかもしれないから。そうです、ね、ただやっぱりそういうタイミング何かあった、うん、だもしかすると例かもしれないけど、うん、でもやっぱりこう老朽化かもしれないけど、うん、でもやっぱ不思議な話ですよね、はい、いやごめんなさい2本って言ったんですけど、もう本当短いやつもイラストいいですか。え、まだ短い段最後、あ、そっか、その今押してるやつですね、はい、ショート階段短い段ですね、川口さんやってます、はい、そして最後バシッと、最後バシッとお願いいたします。つい、先月末に、はい、自宅のデジタル時計が壊れちゃったんですよ。まあ壊れた、ちょっと待ってちょっと買ってくださいじゃない、家の時計も買ってって言ってない違います、島田さんこれ聞いてください、短い段、短い段、ちゃんとした短い段、はい、あのデジタル時計が、うん、いきなり2009年の1月1日になったんですよ。はい、
いきなりですよ。元旦ですね。はい。はい、本当10月の20日過ぎとかに、うん、いきなりデジタル時計が狂い出して、まあ電波時計なんでちょっとしたらまあ電波受信しても、はい、戻るんじゃないかな、戻るんじゃないかなと思って放置してたんですよ。でも1日経てど2日経てど元に戻んなくて、うん、そうしてもほっといたんですけど、さあその後にまあまあたまたまかもしれないですけど、親父がちょっと倒れちゃって入院することになったんですよ。で、まあその時も妹がこう救急車とかこう手配してとかっていろいろあったんですけど、妹がね、なんかお母さんが教えてくれたみたいなことを言うんですね、夢の中でか分かんないです。でそのお母さんが教えてくれたって後に親父が倒れて、で母親が倒れた時と全く同じシチュエーションで倒れたというか、まあ、体調悪くなっちゃったんで、うん、すぐ救急車呼んでとか、うん、でなんとか大丈夫だと思ったんですよ。はい、はい、でそのまあその親父の、まあ、病院とか行ったりしてて、その僕の家の電波時計が2009って言ったじゃないですか。2009年って言ってましたね。はい、その2009っていうのが母親が亡くなった年なんですよ。はい、で、まあ、僕の方にももしかしたらその親父がちょっと 大変というか体調悪くなってるっていうのを教えに来たんじゃないかっていう。でその妹がちょうど、救急車とか呼んだタイミングでいろいろ体の数値とか調べたら、まあ、10超えると危ないっていう数値が 9. いくつで、結構ギリギリ、はい、でそのタイミングで病院行ってなかったらっていう、なんかたまたまのタイミングだったんで、僕はなんか母親が教えてくれたのかなっていう。その撮ったデジタル時計の写真もあるんで。あ、そうなんですか。はい、1月1日ではないんですよね。たまたまその壊れたタイミングでは撮らなくて、うん、ちょっと1日経って2日経ってぐらいに、あ、まだ壊れてるわって言って1月3日ぐらいの2日ぐらい経ったタイミングで撮ったんですよ。あ、でもまあその年に時計がぐっとこう戻されてたっていう、はい、やっぱお母様のタイミングだったっていう、はい、そうなんです。やっぱり何かね、自分と同じようなね、私のことを思い出して、そして今生きてるみんな、ね、はい、このことを、ね、気にかけてっていうお母さんからのメッセージだったのかもしれないですね。そうですね、なのかなと。ちょっと、はい、怖いというよりはちょっと不思議な話です。まあでもね、亡くなったお母さんが今もね、うん、見守ってくれてるんじゃないかっていう、はい、ちょっとこう心温まるというか、はい、はい、お話ですね。温かい会話で、家の時計は壊れては、それがその親父が大丈夫ってなった後にまた今の年に戻ったんですよ。それもこの10日ぐらいずっと2009なんですよ。で10日ぐらい経って、もう10月30か31ぐらいにいきなり時計戻って、はあ、そんなに電波、まあ、悪くなることもあるのかなとかも思うんですけど、そのタイミングで戻ったんですね。はい、あ、じゃあ何か本当お母様のっていうふうに、はい、不思議だなと思いましたね。うん、僕もね、家の時計は壊れてないってことで、はい、僕が買えばいいのは腕時計だけってことでいいんですね。あ、でも壊れない時計が欲しいかもしれない。皆さん、お土産階段という名の、はい、もうただのチンピラみたいなのしますよね。待ってください。そんな本当タッチ悪いですよ。そうですよ、本当に。ね、はい、お願いします、ね。お土産のみ。わかりました。いたしますね。はい、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この、お階段巡り、皆さんにですね、喜んでいただきたいという思いで、まあ、いろんなね企画、やらせていただいています。まあ、最近だとね、井戸端お階段ゲストをお招きして、まあ、階段のことをね、あれこれ語り合おうじゃないかなんてことも始まりました。でね、それは僕すごく気に入ってるし大好きなんですけど、なんかこれもなんかレギュラー化するのかな、なんか怖いなって予感がしてるんですけど、なんかこの方がね、もう半ば強引にこう来るようになってしまいまして一応この方が言うには、なんかお土産階段みたいなことでこう企画化、これ定着化させようみたいな感じなんですよ。で一応、はい、今日も来てくださってるので、はい、この方紹介させていただきます。お願いします。どうも、ホリプロコムの、川口秀幸です。島田秀平さんのお階段巡りレギュラーです。ありがとうございますありがとうございます。あ、コメント欄炎上しますようにお願いいたします。皆さんご協力お願いいたします。待ってください。いや、やめてくださいね、嘘ですからね。嬉しいんですけど、はい、
なんか最近でよくこの収録をね、はい、勉強だっていうことで、うん、まあ、すごい勉強熱心だから見学なんかもね、うん、はい、まあ、来てくれてる中で吉村さんお階段ねなんですけど、僕ちょっとお土産階段あるんで、お土産階段あるんでってなんか毎回こう差し入れじゃなくって階段の差し入れですみたいな感じで来てくれるじゃないですか、はい、もちろん両方の意味でもあの差し入れを、はい、やっぱりいつもお世話になってるんで島田さんにはで、はい、見学っていうことでこっちもね、はい、あの聞いて、はい、ああ川口今日も来てくれてるんだなと思ってるんですけど、なんかもう肩ブンブン毎回回してて出る気満々みたいなところがあるんで、もうスタッフさんも、はい、じゃあ川口さん一本話してきますみたいなことで、はい、この川口英幸のなんかお土産お階段っていうのがちょっとレギュラー化しそうで怖いんですよ。本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。やっぱりあの何が嬉しいって、やっぱりあの一人になった時にこう島田さんとやっぱ共演させていただくっていうのが僕やっぱ最初の目標だったんで、はい、こうやってお土産階段っていう、こうレギュラーを持たせてもらえるのがすごい嬉しくて、はい、あ、ちょっと食い違ってますけど、もうさっきからレギュラー持たせてもらってとか、はい、もうこれずっとやってきますみたいな雰囲気で言ってますけど、はい、誰もまだね OK 出してないですよ。え、でももういつでも島田さんから声をかかれば、もうね、いつでも話せるようにはやっぱりしとかなきゃな、失礼なんで。やっぱりそれは本当の話すとね、はい、こっちのチャンネルもねやっぱりこう毎日毎日最近はね、あのいろんな動画をね頑張って上げていきたいなっていう中で、はい、こうやってねもう可愛い後輩がただ来るだけじゃなくって、ね、お土産の階段を持ってきてくれて、一生懸命ねこのチャンネルに貢献しようっていう、ね、気持ちを出してくれるのはやっぱありがたいので、いやこちらこそ本当、はい、ぜひちょっとね、はい、今後とも2人とも応援していただきたいと思います。お願いします。まずですね、これはですね、まあ、そんなにオカルトが好きじゃない後輩なんですけど、うん、アンティークの時計を本当年間何百本も見に行く後輩がいるんですよ。見に行く、はい、あの本当中古から本当古い昔のアンティークな時計、もう腕時計から、かかってる時計とか、うん、いろいろこう見に行ってそれをこう眺めて、まあ、高いんで、あ、お店とかに見に行くと、お店とか、うん、ネットとか見たりとかして実際に現地に行ってとかもするみたいで、その後輩が年間何百本も時計を見るんですけど、うん、それを見て写真撮るんですって、はい、自分が見た時計を、うん、で見た中で一個ちょっと時計撮った時に不思議な写真撮れたんですよって言われて、その後輩怖いのすごい苦手で、はい、これちょっと怖いんで川口さんにあげますって言われたんですよ、写真を、はい、うん、その時計、まあ、ざっくり言うと、古い、まあ、古いというかアンティークな時計が大きさ的にこう手で押さえられるぐらいの、うん、まあ、盤面がだいたいこのぐらいの大きさで指で押さえてるんですよ。でその写真をパッと見分かんないんですけど、拡大するとなんだこれっていうのが写ってるんですね。まあ、物にはね魂が宿るなんていう話はありますけどね、はい、時計っていうと一緒に時を刻むっていう、はい、よりそういった気持ちが入ってしまうのかもしれませんね。ちょっとその時計の写真を、はい、今日はちょっと見ていただきたいなと。はい、はい、何が写ってるんだろう。使っていた方の、まあ、アンティークですからね、はい、すいません、パッと見、まあ、指で押さえてる写真なんですけど、パッと見あの、まあ、僕筋肉マン世代なんですけど、はい、あのウォーズマンがこの仮面取った時みたいな、うん、の感じですね、感じですよね、はい、あれ結構トラウマだったんですよ。あのウォーズマンがこう取った時に機械のさ、はい、なんかうわーって出てきて、そうですね、衝撃のあれなんかうわって子供ながらになんかすごいさ、はい、衝撃的で、なんか筋肉マンで結構ヒールモノで見てたんだけど、おかしいぞ、ウォーズマンバーンって取れた時にうわーって結構ショック受けて、あれ次の日学校行っても結構盛り上がってさ、いまだになんかうわちょあれ怖かったなっていう、筋肉マン階段になっちゃう。筋肉マン階段。でも階段でもないですよね。筋肉マン談義ですから。談義。ちょっと待ってください。いただいた写真置いちゃって、床置いちゃってました。それぐらい夢中になってました。すみません。はい。それの写真をまずあの分かります。むしろ最初パッと見で。いやだからもう本当にむき出しの中のね全体とかね、はい、そういった仕掛けが出てるという、あ、こんな複雑な作りになってるんだぐらいしか思いませんけど、はい、それよく見てもらうと分かるんですけど、左下ちょっと歪んでるんじゃないですか。あ、綺麗な円ではなくて、はい、あの、はい、そういうデザインなのかと思ってました。ちょっとここ歪んで、
うん、へこんでる部分ありますよね。そう、へこんでるとこをちょっとアップにしてもらっていいですか。え、拡大していただくと、はい、それちっちゃい指なんですよ。ちょっと見てもいいですか。どういうこと、これまず人差し指と親指で押さえてるじゃないですか、この指。おお、はい、え、これあ、ほんとだ。え、え、はい、え、え、え、はい、え、え、これ、はい、指で押さえた、押したところがへこんでるじゃん、はい、グッてこの指がへこませてるような、なんかちょっとと歪んでる、まあ、指のその押さえてる指が、まあ、通常の人の指のサイズなんですよ、上と下が。そうか、いや、はい、あの最初からこれ見えてたんですけど、うん、あまりにももう鮮明な指なんで、はい、あ、普通に指映ってるなぐらいしか思ってなかったんですけど、確かにそうですよね、はい、上と下でこう押さえてる指が通常の大きさだとすると、はい、明らかにちっちゃいっすよね、はい、小指でもありえないし、はい、それ小人なんじゃないかっていうのと、まあ、もしかしたらその時計に何か宿ったのこう念というか、ちょっと不思議な写真なんですよ。不思議、爪もあるじゃん、はい、そうなんですよ。確かにすんごいありえないぐらい小さな指だね、はい、で本当にへこんでる部分だとグッて、そうなんですよ。それがまたちょっとなんか、まあ、不思議というか気持ち悪いというか、え、これどういうことなんでしょう、はい、これちょっとね、こればっかりは不思議。いや、ちょっと何でしょう、すごいびっくりしちゃいました。ですよね。なんか僕も最初分からなくて、まあ歪んだ時計なのかなとか思ってて、拡大してみたらちっちゃい指が。いや、ごめんなさい、正直ね、今お話ね、はい、あの写真見る前に、はい、アンティークの時計じゃないですか、うん、まあ、そういう中古品とかって使ってた人が前にいるわけでしょ、はい、だからその人の念がこもってて、前の持ち主の顔とか、はい、なんかそういうのが写り込んでる写真なのかなぐらいだったんですけど、はい、全然違うものね。これはだから、そう、持ってた撮った後輩が怖がっちゃって、これはもうちょっと持ってたくないですって言って。はあ、いや、いろんな時計の不思議話ってあるけど、はい、ちょっと想像がつかないぐらいの不思議な写真ですね、はい、歪ませてるっていうのも なんかまたちょっと不思議なんですよね。そのただ指が写ってるじゃなくて、指のところが歪んでる。え、これ実際の現物は歪んでんのかね、はい、いや、それはそこもちょっと気になるね。気になりますね。本当は丸かったらもっと面白いし、はい、でも、まあ、ちょっと本当に歪んでるかもしれないし、でそこにね、確かに、うん、でもまあ何が原因で歪んだのかとかね、物理的な力が加わったんでしょうけど、そうそう、まあ、確かにおかしいね、はい、不思議な写真が、はい、いや、すごい、今日お土産よかった。いや、まだですよ、まだもう一個。いや、もうお腹いっぱいになって、いや、お腹いっぱいじゃなくってなんだろう、え、はい、もう何でしょうね、はい、え、その差し、お土産の中でも かなりもういいお土産というか。え、本当ですか、はい、あ、嬉しい、よかった。まだあります。いいですか、もう一つが、まあ、奥多摩の方に心霊スポットがまあいろいろいっぱいあるんですけど、ええ、奥多摩ロープウェイっていう心霊スポット分かりますか。知ってます、知ってます、はい、そこに川口心霊探検隊でロケ行ったんですよ。でロケ行った時に、まあ、現地で女性の声とかなんか違和感ある音とかいろいろ入って、怖いねって言って、まあ、引き上げて、帰りに生配信しようって言って、うん、はい、やっぱあのトンネルがたくさんあるんで、うん、まあ、途切れ途切れにはなってしまったんですけど、生配信をしてる時に僕らが確認してるところの画面が、まあ、何回かフリーズしたんですね、うん、止まっちゃって生配信中に。で、あ、やっぱトンネルが多いから電波悪くなっちゃうかなって言って、ね、うんうんうん、ただ止まった時のフリーズの画面がちょっと気持ち悪くて、僕一応それをスクショしたんですよ、はい、でその時はただ単にフリーズの画面がこうちょっと歪んでるというか、なんか止まっやってるにしてはちょっと変な止まり方だなっていうのでスクショしたんですけど、家帰って、あ、そういえばスクショした写真こんなのあったなって言ってよーく見たら、なんかおかしいなこの写真ってなって、あの連れて帰ってきてるなっていうのが僕は確信に変わったっていう写真を、はい、心霊スポット行った後の、はい、
生配信中画面がフリーズしてしまった、はい、そこをスクショした写真、はい、が、こちらになるんですけど、これがスクショの写真でして、右の、まあ、安倍さん心霊探検隊で安倍さんがいる安倍さんの頭のところに人の影みたいなのが覆いかぶさって、ぐーって、はい、で僕それがまあまあ怖くて、あ結構やっぱ本当連れて帰ってきちゃったんですねっていうのを確信したんですけど、それをまあ公開したところ、いや川口さんの後ろに、いや俺もそっちだよ、はい、えだこれなんでさ、はい、まず大前提こうなんかアニメーションみたいな、はい、絵みたいな画像になってるんですか。それが電波が悪くて画像が非常に荒くなってこういうようなことになったってこと、はい、ただなんか止まり方、僕的には安倍さんその時あの覆いかぶさってるっていう認識がなくて、ただ安倍さんの顔がちょっとぐちゃぐちゃってなってるように見えたんですね。なんか顔がね、はい、うん、まあ、全体的にそうなってるけど、確かに安倍さんですか、はい、安倍さん上にね、なんかこう、はい、そうなんですよ、っていう影が背中にあるけど、確かに今言った川口の、はい、僕の左側だよね。気づかなかったんですよね、僕は全く気づかなくて、こんなのが撮れましたっていうのを、まあ、動画で公開したら、いや川口さんの後ろに全然いますよって言って、結構大きな顔ですよね、はい、ここの部分だけちょっと見えてるような、あの後ろに完全にもう、それ後部座席なんで僕らが、まあ、言ったら最後尾なんですよ。ああもう後ろに人はいないわけですよね。後ろに人はいないんですよね。なんでなんかこの写真だ、川口と安倍さん自身もかなり荒いアニメのような画像になってるけど、はい、映り込んでる、まあ、それが霊なのか分かりませんが、はい、不思議な存在もなんか荒い、そうですね、なんかこうアニメーション的な感じで映ってるんですね。なんか不思議な、まあ、100ね、なんかその連れて帰ってきたかは分からないんですけど、安倍さんにその写真見た瞬間に連絡したんですよ、はいはいはい、大丈夫かなと思って、安倍さんこんな写真撮れちゃってちょっともしかしたら気をつけた方がいいかもしれないですって送ったら、安倍さん自宅に帰ってから寝る時にベランダのサッシのところをすごいトン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 ってずっとノックされてて、なんか誰かにノックをずっと、ノックというかこうサッシの部分、網戸みたいなところをずっとトン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 ってやられて、まあそれがもしかしたらその影のがついてきちゃったんじゃないかなっていう。なんかそれこそ頭痛とか、はい、なんか頭近辺に違和感とかなかったんですかね。特に頭近辺はないんですけど、安倍さん自宅なんか一応結界じゃないですけど塩持ってるらしいんですよ。あの霊が入らないようにかっていうのを前ちらっとやってるって言ってたんで、もしかしたら入れなくて、なるほどね、察しを叩いてたんじゃないかなっていうのは。これ川口自身はこの大丈夫、左側とかなんか違和感なかったんですか。その左側なんですけど、左側なんか謎の違和感はずっとありますね。だからあの肩周りで人にこうグッてこう寄っかかられてる感じというか、いやちょっとすごい衝撃的な、はい、2人ともに、はい、これがちょっと撮れた不思議な写真っていう、はい、いや今回お土産すごいっすね。いや前回ちょっといろいろ反省しまして、いや反省なんかないんですよ、だって別にやっぱもう 毎回やっぱりこれホームラン打たないと僕はもうあの現場に来れないんじゃないかと思って不安で今日眠れなくて、はい、いやそんなかけてくれてるんですかここに。いやもちろんですよ、ありがとうございます、はい、いやすごかったけど、ただこのペースで出してったらお土産階段なくなっちゃうよ。いやそんなことないです、僕はもうお土産は絶対尽きさせないです。いやだから一個ずつでいいのよ。なんか毎回なんか結構詰め合わせてきてくれるけど一つずつでもいいんですよ。いやでもいっぱい喋りたいじゃないですかやっぱ島田さんと。え怖いからじゃなくて怖いのもあります。一個でダーンが怖いからなんかちょっとずっとやっちゃうっていう。もちろんそれもあります。一個でやった時にもうこれで終わりかってなるのは一番帰り大丈夫です。あの、はい、まあね、一応この水金土っていうところが、はい、まあ、一応メインというメインだけじゃないですけども、もともとね、はい、あのここ上げさせてもらってる曜日で、それ以外が割とその、はい、こんなのもありましたとかね、
ざっくばらんにお送りする曜日にしてるので、はい、もちろんの水金土以外で出してきますんでそんなにだからいいのよ。そんなすごくえこれ水金土に水金土じゃないです。えお土産階段水金土じゃないです。あ毎週水、ま、木曜とかですか。毎週木曜なんで毎週出ようとしてるの。まあ、あのだから無理のない程度にありがとうございます、はい、あのね、いろんなことやっていきたいので、はい、ありがとうございます。だから皆さんもね、あそろそろ川口さん見たいななんていう時期にね、そうですよね、はい、お土産階段でまたこう出てもらうとか、はい、もちろんもういつでもあのスケジュール空けますんで、いや本当に行っていただいたらお願いします。このお階段巡りのキラーコンテンツの一つとして、はい、これ頑張らせてもらいますんで、はい、ありがとうございます。はい、本当に今回もありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、あのご自身でやられてるチャンネルをまずね、はい、一番頑張ってくださいね。はい、はい、頑張ります。どんなチャンネルでしたっけ。川口心霊探検隊というチャンネルで、はい、やらせていただいてます。まあね、今日言った多分お話なんかもより細かく、はい、詳しくね説明があったりとか、でそこに行った際の、まあ、心霊スポットでの映像とか、あとは川口自身も、はい、怪談話をね頑張ってお伝えしてますのでね、ありがとうございます、はい、よかったらチェックしていただきたいと思います。はい、今日はゲスト川口秀幸さんにお越しいただきました。今回もお階段、はい、お土産ですね、お土産お階段、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。